プロテインです。うわー、ちょ待って、今日走りなん忘れてた。ちょ、昨日全然寝れてないからコンディション悪いって。しゃあない、今日足首怪我したことでしょ。怪我人で行こう。おう、ムバペ、お前怪我したの？あ、マジ？じゃあ俺と一緒に見学やな、今日。俺もちょっと足首痛いね。お、デンベレ、お前も怪我したの？お前やばいって。怪我人、いきなり怪我人増えたらさすがに怪しまれるって。ちょ、俺はほんまに怪我やけど、お前ら怪我ちゃうやろ。もう嘘つくなよ。走り嫌やからって怪我したふりすんなよ。怪我人3人増えたら絶対怒られるって。お前ら走れって。お前らスタミナないや、2人とも。そういうやつは走った方がいいね。朝かー、ランメニューになったら急に怪我人増えるな。ヘビロとかやめてほしいわ。はい、皆さんおはようございます。じゃあちょっと今日は視聴者さんからちょっと1対1やりたいというふうに言われて、まあ僕がいつも練習してる場所まで来てくれるみたいなんで、ちょっとそこで1対1とかだから、それに向けてちょっと対人強化のメニューとかいろいろやっていきたいなって思います。で、まあその方はどんな方かわからないんですけど、多分タイのサッカー選手かなんかなんで、でも普通に対人とか強いと思うんですけど、けどね、まあやるからには絶対勝ちたいと思うんで、はい、じゃあそれではね、早速やっていきたいと思います。そう、はい、はい、目オッケー、あの菊池オッケー、完璧。いい、みこ、どうした、そんな暗い顔して。颯太君と釣り合う気がしないって。いや、まあ確かに全然釣り合ってないけど、けどさ、まあ俺ってスターやん。スターってどういうことか分かる？まあ、星やね。星って夜空が暗くて初めて輝けるんよ。だからそれと一緒で、まあ、俺もスターやから、まあ、ひみこがいてくれて初めて輝けるんよな。だから釣り合うとか釣り合えへんとか関係なしに、俺にとってお前は大事やからな。ひーみこ、はい、じゃあちょっとそれでね、本日はプロテイン作っていきたいと思います。そう、はい、はい、それでは作っていきたいと思います。シーユータイム。あー、おう、はい、じゃあちょっとそれでね、お腹すいたんで朝ごはん作っていこうと思います。ドーン、あちゃポー、あちゃ、どんなやったっけ。え、もう分かれ、パー、はい、完成しました。それでね、食べていきたいと思います。いきます。はい、完成しました。こちらがね、本日の朝飯ですね。はい、完食しました。ごちそうさまでーす。はい、じゃあちょっとね、それじゃ準備して自分の方向かっていきたいと思います。はい、じゃあそれでは早速自分やってきたね、ウォルニングしていきたいと思います。そう、はい、じゃあそれではね、今トレーニング終わったんで、本日2回目のプロテイン飲んでいきたいと思います。シェイクだ。はい、じゃあそれでね、早速グラウンド着いたね、ボール蹴っていきたいと思います。はい、じゃあちょっと今ね、フェイント練習終わって、次はフェイントからシュートまでつなげていくような実践的な練習やっていくんですけど、今やったフェイント練習とか、またこの辺にインスタ貼っておくんで、でそちらのリールとかでまた詳しく解説してるんで、ぜひ気になる方は見てください。次に9月から一気に投稿しようと思って貯めてるんで、まあ、9月からどんどん投稿するんで、ぜひ楽しみにしていてください。はい、じゃあ次は早速やっていきたいと思います。はい、じゃあちょっと一旦ね、トレーニング終わったんで帰ってきたいと思います。はい、じゃあちょっと今トレーニングかかりてきて、ね、ちょっとシャワーとか浴びたんですけど、ちょっともう疲れたんでね、またお昼ご飯食べようと思うんですけど、魔法使っちゃいたいと思います。
はい、じゃあちょっと今ね、前回ちょっと僕海外でサッカーしようと思ってて、でそのために英語喋れないとなって思って英単語の本買ったんですけど、その英単語が難しすぎてちょっともうちょい簡単なやつ買おうって思って今こんな感じで単語帳買いに来てます。ってことで、ね、早速買っていきたいと思います。はい、じゃあとりあえずね、こちらの菊田って本買ったんで早速帰っていきたいと思います。行ってきます。はい、じゃあちょっと今ね、こんな感じで買って帰ってきたんですけど、ちょっとこの勉強方法ね、なんかブレイクスルー佐々木さんっていう YouTuber の方がいて、でその人もともと早稲田大学の首席の方かなんかで、まあ、めちゃくちゃ頭いいんで、これ試したらすぐ覚えるみたいな暗記方法があったんで、ちょっとそれ実践していこうかなって思って、それは僕がね、実践していきながら紹介できたらなって思います。まあ、とりあえず1ヶ月1ヶ月でどんくらい変わったかっていうのをまたこの YouTube でも伝えれたらいいなって思うんで、まあ、そんな予想ね、この画角で収めてもらえばって思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。 Weather 天気 Bike 自転車 Farm 楽しみ Place 場所 Vacation Vacation 休暇 Weekend。 はい、でね、まあ、今こんな感じで1周目終わったんで、次はこう隠して簡単に読めたやつだけチェックつけてやっていこうかなって思います。番組 Lake 休憩フェスティバル、祭り、ブロワー、会、コースイン、いとこ、ディッシュ、食べ物、料理か、フランス。はい、じゃあちょっと一旦ね、単語を覚えるの終わって、次はちょっとボール蹴る準備して早速ボール蹴りに行きたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと早速グラウンド着いたんで、じゃあちょっとね、視聴者さんと1対1やっていこうと思います。で、視聴者さんは、まあ、タイで今からプロになる方とそのお友達さんと1対1で3点マッチ、さっき3点取った方が勝ちで、はい、じゃあそれでやっていきたいと思います。次は2対1で1対1やっていきたいと思います。じゃあ行きます。
はい、じゃあちょっとね、今2セット目、3対1、勝ちました。ということでね、じゃあ次は、僕のもう一人の友達もあって、そいつが来たら2対2、真剣勝負やっていきたいと思います。はい、行きます。はい、じゃあちょっと帰ってきたんでね、ちょっとお風呂入っていこうと思います。完璧。はい、じゃあちょっとそれでね、お腹すいたんで晩ご飯作っていきたいと思います。はい、完成しました。それではね、食べていきたいと思います。うまそう。はい、こちらがね、本日の晩飯ですね。はい、皆さん今日も一日お疲れ様です。でもちょっと今日も夜遅くてね、かなり疲れたんで、明日にそれで寝ようかなって思います。その前に最後にチャンネル登録と通知音だけよろしくお願いします。それではまた会いましょう。チャオー。